はい、バラバラチャンネルでーす。あー、チャンネルでーす。はい、じゃあ今回はですね、大好評発売中だった味噌菌のラーメンですね。味噌菌のラーメン、味噌菌ラーメンですかね。ラーメンって言ってるものについてですね。いやー、私も探したんですけどね、あともう一人手を使って、うん、もうないっすね。ないね。いや、俺はでもあれだけど、もう一人はもう発売当日の日にも買いに行ったのよ、うん、でもなかったみたいな。なかったヒカキンさん、ヒカキンさん、私同じ、我ら同じ新潟県出身としてで一つでもいいので、ヒカキンさん、僕たち同じ新潟県人です、うん、こんなことを言うのはちょっと大変無礼かもしれませんブレかもしれませんが、僕たち食べたら全力でとんでもなく忖度するので、とんでもで誠意を見せて、もうなんかもう1時間ぐらいその時で味噌菌くれた1時間ぐらいの動画にして、もう頑張って喋り倒すんで、うん、そうですね。味噌菌ください。最近ご飯食うとき YouTube ヒカキンさんずっと見てますよ。ご飯のときもテレビつまんないじゃないですか、あの時間帯。まあね、ずーっと YouTube 見てます。ああ、でもまあ新潟県やっぱラーメンすごいんで、全国的にも多分ハイレベルなものだと思う。まあそのね、ヒカキンさんが作ったラーメン、まあ一度は食べてみたいと思ったんですけど、やっぱね、まあ僕たち新潟県住んでますけど、まあどこ行ってもないんすよ、結局。ないないっす。まあそうっすね。ヒカキンさん、東京のよしみとしていただけないでしょうかね。一つでいいんです。一つでいいです十分です。ちょっと食べてみたいです、正直。そう、普通に単純に、いや普通にね、味噌ラーメン好きだし、やっぱラーメンや味噌や、味噌こういうね、やっぱラーメン好きな人違うね。愛が違うわ。愛が違う。僕たちはやっぱり YouTube やってみとしてはやっぱり最初はだ、まあ、みんな通る道なんですよ、やっぱヒカキンさんの動画みんなね、うん、何やかんファンやったし、フォローもしてるし、ね、東京のよしみとしてヒカキンさん、味噌菌1個いただけないでしょうか。そうです。じゃあ最後にみんなでお願いしよう。はい、はい、じゃあ最後に、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ヒカキンさん、僕たちに味噌菌をください。はい、お願いします。お願いします。